はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の不思議なポケットの大助お兄さんバージョンについてですね。作詞はマドさん、作曲は渡辺さんとなっていますね。この曲は大助お兄さんファンにはたまらないというふうに言われていた曲でもあるんですよね。そして同じポケットつながりでもあるんですが、ジャングルポケットもその曲の中の一つですよね。ジャングルポケットは大助お兄さんがとても若くて、そして不思議なポケットになると今の大助お兄さんの風格が出ている感じですよね。そうやって見比べるのもとても楽しいと思います。はい、今日は「お母さんと一緒の不思議なポケット」の大助お兄さんバージョンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。